英語の時間の話に戻ると、疎開先の英語の先生はドイツ語もやっていた先生なので、ドイツの歌を歌ってくださったのね、英語の時間で。私たちはそのドイツのならいいと、ドイツ語ならいいというので、ドイツ語で菩提樹とか野バラとかそういうのを覚えたりして、でそれから東京に戻ったらば、東京の学校の人たちがね、英語やってたの。ある程度は訓練、そういうなんていうの、捧げつつとかね、そういう訓練の時間にも当てていたけれども、授業している時に空襲警報が鳴ると教科書を持って防空壕にみんなで逃げ込んだって、学校の。で、英語の時間だったら英語の教科書も持って入った。だから私が1年下に戻った時、周りの人はちゃんとみんな英語できてたの。で、私は丸2年何もしないでいたから、本当にもう This is a pen から覚えてなかったのね。なぜこれは This pen なんていう順序なんだろうって。そこから何にも、もう本当に初め、これから習うっていう時はもう習う喜びでワクワクして習い始めたはずなのに、そうやって周りがみんな普通に字の細かい活字の教科書読んでいて、私は何にもやってなかったっていうのも、コンプレックスがもう目の前真っ黒に塗りつぶして、もう何が何だかで、うちでぼんやりしてたら父親が怒ったこと、呆れて怒って、で多少は特訓してくれたのか、文法の本をくれたのかな、そんなに何にも分かんなくなってたのかって疎開していて、何にもほら離れていたから、はい、本当に私がそういうので物気の殻になってたって全然知らなかったわけね。戦時中も英語は禁止では、禁止だったからですね、はい。先ほど失礼ですが、防空壕に英語の教科書を持って入ったっていう、東京の人たち、その時は英語は禁止ではなかった。禁止だった。あ、禁止だけど、授業はやってた。やってたんだって、はあ、後から聞いたの。へえ。だから日本女子大の付属だったの、はい、だから公立はやってなかったと。私たちはやってたのよっていう当たり前みたいに言われて、もうそれこそがあ、そうですか。で、疎開して転校した、熊本の場合はね、転校したのは県立で、そこで初めて公立の味わいというか、公立の、なんていうのかな、厳しさっていうのか、それが分かってびっくりしたんだけど、でまた元の私立に戻ってきたら英語、確かに禁じられてたけど、やっぱりやったわよって言われて、だから父親はその頃東京府立高校、旧制の東京府立高校の英語教師だったのね。で、やっぱり公立だから禁止されたされるままに教練を指導していたっていう、はい、さぞ辛かったろうな。